こんにちは、浜田翔子です。こんにちは、浜田光です。今回はシーンさんの商品を紹介したいと思います。まずはですね、私のこちらレースキャミパジャマセットになるんですけど、これセットで S サイズを注文しまして、とっても可愛い、肩紐も調整できまして、すごく大満足の1473円っていうね、激安、可愛い、本当に。で、作りリボンになっております。はい、可愛い色にね、可愛いです。はい、私のはロンパースです。これ肩紐が調節できる感じで、これも可愛かったよね。これも1000円ってすごい激安、ね、安いね。ね、部屋着めっちゃ使えます、はい、そして夏男が決まってきました。夏男もロンパース1000円になりまして、これはね、ハーフバースデー、もう師匠がね、これ、あ、師匠なんですけど、名前が。あの、ハーフバースデーのために購入した、このサングラスもイケイケな、400円ぐらいで買えちゃうのでね、とってもイケイケ坊やになっちゃうよ、これで。かわいいね。一緒に見てます。ね、今一緒にね、ここにいるんだけど、喋、ね、るかな、どうでしょう、今日は。はい、そして続いてはですね、ちょっと夏な感じのワンピース、ね、2人ともグリーンで、ね、合わせました。合わせてはないけど、はい、まさかのね、偶然グリーンで、ちょっとギンガムチェックのワンピースです。これすごい可愛いね、サラーっとしてて、でも可愛い、すごい、なんかちょっと変わったデザインになってますね、ちょっとお嬢様風、ね、カフスリーブでレトロな感じもあって可愛いよ ね、私もレトロで、ちょっとこれはちょっとあの師匠のサングラスも全然合ってないっていうね。で、これチュニックドレスなんですけど、これちょっと短めでパンツと履こうかなと思ったんですけど、意外とワンピだけでも結構長さ、私156センチなんですけど、結構ぴったりで、これはね、すごく使える。で、なんかベルトとかつけたらまた変わってくるのかなっていう感じで、本当はパンツ履いて外出かけたいかなっていう感じですね。はい、いいですね、なんか、ね、グリーン珍しいよ ね、私たちの中では ね、はい、あ、ちょっとね、マウスを掴んだっていうね、師匠がマウスを掴んでちょっと暴れております。師匠暴れ中、今ジャンピングしてる、はい、今後ろでそのご飯食べる椅子に座ってたんですけど、はい、着替えました、こちら師匠と合わせて、これ師匠のね、帽子を買ったんですけど、これハット3つセットで800円って激安じゃないですか。これ1個だと思ったら、まさかの黒と赤とこのなんかベージュっぽいカラー、キャメルかな、うん、みたいなのがついて、まあ、子供用なんですけど、まだね、ちょっと意外とカポカポってしてるので、私でも入りました。いい、そして私のはこれスモックドレス、今も着用してるんですけど、これめちゃくちゃ使えて、パジャマにも使ってるし、普通の服の時にも使っています。だいたいシーンさんは S サイズが私はぴったり、マコは、うちも S サイズとか一番ちっちゃいサイズが意外とやっぱ、ね、一番小さいサイズで合うよ ね、ちょっと大きめだよ ね、作りが、はい、チョコさんも登場です。はい、かっこいい ね、はい、師匠の声が たくさん入っておりますね。パソコンもパチパチやろうとしております。もう暴れん坊です、あのハーフバースデー。はい、チョコさんです。はい、うちのこのワンピースもちょっと肩の幅が狭いかなと思ったけど、このフリルのおかげでだいぶちょっとカバーされるのが、ね、前だけフリルになってるんだね、かわいいね。ね、普通にかわいい、うん、ちょっと写真で見ると似合わないかなって思いそうな、なんていうんだろう、確かにわかる、この写真だとね、海外っぽい感じの、うんうん、でも意外とシンプルでかわいかった、ね、これ私はパールネックレスと合わせてるんですけど、パールネックレスと合わせると意外となんかドレスシーン、ドレスなんかなんだろう、うん、確かにね、使えそうとかにも使えそうな感じ。ちょっとパンツ合わせてみましたね、こちらシースルーのパンツ合わせてみました。はい、続いてはですね、こちらちょっとリゾート風、うん、どちらともブラウン系になりますね。ね、私のはこのセットアップになっておりまして、ちょっとなんか休日のおじさんみたいな感じなんですけど、とっても楽ちんで、とっても楽ちんなの。ねえ、ね、師匠はいなくなりました、多分ハイハイしてるかな、この下をね、ねえ、そうそう、揺れてるよね、下を動き回って、ね、本当だ、ゆらゆらしまくりっていうね。私のこれは S サイズかな、確かすごいバッチリでいい感じでした。はい、はい、私のこのワンピースはすごいお気に入りで、なんかこの袖のところにオーガンジーが中に入ってる感じで、ふわってなってる、だからすごい、これだってシーンでもすごい押してるよね、このドレス、ね、最近なんかね、ツイッターに出てくるよ ね、はい、そして師匠を拾い上げました。でも放置しまして、はい、いい感じですね、なんか休日のおじさんとリゾートの お嬢さんって感じ。確かに、あ、じゃあ癒やすかな、でも嫌なのね、
いね、私たちね。はい、ということで、もう最後らへん、もう最後かな、もう最後、ローファーはですね、すごく使ってます。これ子供いる人とかにも使えて、本当にこれいいです。私は一番小さいサイズ、35×22.5 みたいな感じのサイズですね。あとこのキャミドレスもすごく可愛くて、でこれはあの保冷剤みたいな感じになって、保冷容器なんていうの、これアルミが入ってるんだっけ、なんていうんだっけ、こういうなんかね、夏に保冷バッグ、あ、保冷バッグかな。でこれにあのミルクセットをね、私は入れてって感じで、これ可愛いんです。これ色味も可愛い、いっぱいね、種類もあってすごい可愛いの、そう、安いしおすすめ。はい、こんな感じでちょっとリゾート系の人って感じですね。はい、そしてこれは師匠の可愛いローパースになります。これはですね、ちょっと女の子っぽいんですけど、ここら辺だったらまだギリ大丈夫でしょうみたいな感じで、これね本当におすすめ。なんか結構インスタグラムで似たようなブランドとかあるんですけど、すごい高いの、なのでシーンさんだとすごい安いので、これは本当におすすめです。あ、そして変わってました、ね、確かに妹に一瞬で、そう、中もインスタグラムに着替えて、あ、そう、中をね、キャミを脱いだんですけど、あのこれ肩紐も調整できて、冬とかもこの中をね、インナーを着ると冬も着れるかなって感じですね。はい、そして、はい、私のこれは花柄のワンピースです。この前の部分のこの、なんて言うんだろう、かわいいよね、フリフリがすごい可愛くて、ね、これめっちゃお気に入りです。2490円には見えないね、ね、いい、はい、こんな感じで、はい、今回はシーンさんのを、ベビー服と大人の夏服を紹介しました。ちょっとうるさくてすみませんね、はい、ということでお得なクーポンコードがありますので、浜田翔子って打ってもらうとすごく安くなりますので、よかったらこれを打ってもらって注文してください。シーンさんすごいね、届くのも早いのでおすすめです、ね、安くて最高です、ね、最高、グッジョブって感じです。はい、グッドボタンとコメントとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までワーワーしておりました。ということで、またね、あのシーンさんのルックブックはしたいと思っておりますので、よかったらコメントお待ちしてます。ではまたお会いしましょう、ね、かわいい、バイバーイ。